じゃあどうぞ。ただいまより北塩田市空き家バンク登録物件売買に関する協定書調印式を始めさせていただきます。必要な調査や空き家の所有者と利用者との売買、賃貸借の契約交渉などを行うことを言い、契約交渉等を茨城県宅地建物取引業協会の会員業者の方に依頼することによりまして、適正な価格で双方が安心して貸し借りや売買ができる体制が整うことになります。宅建協会様に関わっていただくことによりまして、所有する側も利用する側も安心して物件を利用することができる体制が整うことになるわけでございます。これらをぜひ活用いただきまして、少しでも北調田市での暮らしを選択する方が増えることを本当に強く期待をするものでございます。なんとか各地方の都市の活性化にお役に立てればというふうに取り組んでおるところでございます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。で特にね、中古住宅の流通というのはいろいろ問題がありまして、で私たちが今取り組んでいるのはインスペクション、要するに中古住宅を調査する建築の協会の会社で全部そういうものを調査していただいて、告知書という形でお客さんに説明する貸し担保保険を、2年から5年の貸し担保保険を付きで売却しようという指導を今しているところなんですよ。ですから売る方も安心して、買う方も安心して買えるような、あるいはもうやっぱり賃貸にしてもそういうものを直すべきことをきちっと直して、住んでいただけるような体制を作ろうということで、いろいろな角度で、うちの方の協会の会員の方の体制を整えているような状況なんですよ。私どもも25年以上やってますけど、結構県外からのお客さんの問い合わせ等もあるんですが、今回役所さんの方が窓口になれば余計そういったあれが情報もいっぱい出てくるんじゃないかと、そういう仕事の機会も増えるかなと思っております。はい、単にあるものある空き家を利活用するだけではなくて、じゃあ所有者の方がその空き家をぜひ利活用してみたいとか、またその空き家に入りたいと思う方がぜひ北調達に行ってみたいとかいう形で、行政が空き家を単に所有者から利用希望者につなぐだけではなくて、それらの含めた周りの環境ですね、住みやすい環境、そして空き家を貸してみたいと思われる環境、そういった環境整備にも合わせて取り組んでいきたいと考えています。